まずセブ島編の見どころは、うん、ジュリー、小太郎、裕次郎の三角関係なんですけど、うん、井上さんいかがですか？いや正直、はい、この同じぐらい好きな男子ができてしまって決めれない、はい、うん、まあ俺はそういう経験はないけど、うん、過去京好きの旅では いっぱい見てきたから ありますよね。分かるのは分かるのよ、うんうんうん、でも今回だからジュリーは、はい、まあ、参加するってことは、はい、もう絶対に決めなあかん、旅にせなあかんから、はい、でこれ決めるって、はい、ジュリーの問題でもあるけど、はい、結局裕次郎、小太郎、はい、男陣がやっぱり決め手がないと、いやそうなんですよ、女の子は選べないのよ。そうなんですよ、同じぐらいじゃダメなんですよ、やっぱり。だから前回は裕次郎も小太郎も決め手がなくて、うん、今ジュリーが決めきれないという結果に至っちゃったから、はい、今回はだから男性陣、はい、どこで勝負かけるのか、はい、だから裕次郎、小太郎、お互いもうライバル同士でこのセブ島編は始まるから、はい、もう出会いの場から多分パンチの打ち合いになってるので楽しみですよね。どこでこのね男、うん、今は引くべきなのか今押すべきなのかっていうこの男の熱い戦い、はい、でこの男の熱い戦いと同時に、うん、男の熱い友情もあるから。ですよね、ライバルに友情はつきものですから。そうやね、裕次郎と小太郎はやっぱもともと友達やから、はい、うん、そこもね、そんな2人のやり取りの中でジュリーがどういった決断をするのかっていうのをぜひ皆さんには見届けていただきたいですね。はい、うん、それでは来週から始まるセブ島編、女子メンバー解禁です。どうぞ。島根県から来ました高校3年生17歳の福間彩音です。高校生最後の夏にこれからもずっと一緒にいたいと思える人を見つけに来ました。一緒にいて楽しい人が好きです。そんなに多くはなかったんですけどしてはいました。2年半ぶりとかです。なんかいい感じの人がいたりっていう期間もなかったのでもう本当に久しぶりでちょっと今回は絶対に掴み取りたいなと思って来ました。前回の小夏編を見てて小太郎くんがすごいいいなって思いながら見てたんですけど継続で来るかもみたいな感じで終わってたので来てくれたら話してみたいなって思います。この人って思ったらその人のことををたくさん知りたいし自分のこともたくさん知ってもらえるようにツーショットとかも積極的に誘えるように頑張りたいです。高校2年生16歳のルナです。今回この旅で最強の好きを探しに来ました。よろしくお願いします。そんなに話さなくても隣にいれるだけで落ち着くような人だったり不思議な人とかあと私は追いたいので追わせてくれる人がいいです私は歌うことがすごい好きで自分の感情を込めて歌える気がします。この恋が実りますように少しだけ少しだけそう思わせて。ありがとうございます。自分の好きな人ができたら自分の気持ちを込めて歌いたいなって思います。2年ぶりくらいの恋愛ができるチャンスなのでここでしっかり恋愛して帰りたいなと思います。宮崎県から来ました高校1年生の清水明日香です。特技はモダンバレエとお菓子作りです。恋愛経験があまりないのでキュンキュンたくさんさせてもらえるような声がしたいです。小学5年生の頃に1回だけ付き合ったことがあるんですけど1ヶ月も経たずに終わってしまってそれから全く彼氏がいたことがなくてでみんなどんどん彼氏彼女ができて幸せになっていくんですけどどんどん置いてかれちゃってすごい寂しい感じでした。
私が身長が170センチあるので自分よりできれば背が高い人でと一緒にいて楽しくて素が出せる人と、あといつもは全然ツンデレでも何でもいいんですけど、いざとなったらもうなんか自分のことを一番に思ってくれる人がいいです。楽しみながらも恋愛をできるように頑張りたいと思います。大阪府から来ました高校2年生川西里子です。お願いします。今まで以上に思い出に残る恋がしたいです。なんかとにかく、まあ、まだどんな旅になるかも全然予想つかないんですけど、もう自分の思いに正直に慣れて、まあ、最終的には成立できるような恋にしたいです。素で喋れる人がいいですかね。でちょっと、男らしく引っ張ってくれる人もいいかなって思ってます。自分の殻を破るタイミングだとも自分でも思ってて、これを機にその性格も変えたいし、その恋に対してももっと積極的にアプローチできるように頑張りたいです。うん、はい、井上さん的に女子メンバーの見どころってどこだと思いますか。まあ、今回4人出てきますけど、はい、まあ、正直ジュリがおることはみんな分かってる状態での参加やんか。そうですね。だから裕次郎小太郎を狙いたい女子も多分いるかもしれんからね。そこは戦うぞっていう気持ちで臨んで来てくれてるんねんけど、はい、まあ、まずルナ、はい、もうルナはもうシンプルにやっぱり綺麗な、もうお人形さんで、まあ、ルナがこの旅で、まあ、いろんな恋をするねんけど、はい、なんか人を好きっていうことの素晴らしさであったり、なんか尊さみたいなのをこの旅で一番伝えてくれたのはなんかルナな気はするかな。そうですね、まっすぐでしたよね。うん、で、あやねか。はい、で、あやねなんかはね、うん、かわいい、もうすごいよね。すごいです。あやねちゃんはだから、うん、詳しくは言えないけど、あ、この子、うん、自分の気持ちにまっすぐやなっていうのをすごく見せてくれたし、うん、いい意味で悪い意味でもそうやねんけど、うん、空気を読まない部分、でも恋って空気読みすぎてたら幸せになれないから、うん、ダメですね。だから良くも悪くも空気を読まずに私は行くんだってこう行くこの強い気持ちはなんか素晴らしいなっていう感じよね。ギャップありますよね、お友達そうだけど、うん、で一体だから彩音がね、はい、誰をアピールしに行くんだっていうのは、はい、この旅の中でも結構一つキーポイントになってくるから注目、楽しみにしておいていただきたいですね。で、アスカ、はい、だから高校1年生だから小学5年生から、うん、彼氏がいなかったってことで、はいはい、でも本当そんな風に思わないぐらいびっくりまっすぐにアピールしてたね、うんうん、頑張ってましたね、うんうん、でなんかアスカちゃんね、本当ネタバレになるから本当言えないことが多いねんけど、アスカちゃん本当まっしぐらやったな。まっしぐらですね、うん、いろんな人にこの、うん、苦手ながらもこの自分の言葉で愛のメッセージを伝えていく、うん、で高校1年生、まあ、年上の人がいっぱいいる中でそれに負けないぐらいの今回パフォーマンスはしてたし、はい、まあ、大体今日スキーの旅っていろんな涙が見れるやん、うん、誰が男も女の子もそうやけど、はいはいはい、今回もだから素敵な涙を見せてくれた面々の一人ではあるでね。で最後リコちゃん。リコちゃん。もうリコちゃんはね、もうかっこいい。うん、もう皆さんがイメージしてる通りだと思います。うん、もうこの度でリコちゃんは追う恋もするし、追われる恋もするんだけど、うん、どっちももうクールビューティーやったな。はい、もう最後リコ姉さんと呼ばせていただきましたな、はい。サバサバしてたし、でもそのサバサバしてるクールな中に燃えるこの熱さなんかが垣間見えて、うん、なんかあこういう女性と付き合ったら男楽なんやろな、そうですね、って思わせてくれたね、うん、いい女って感じでした。いや、いい女やったな、はい、もう俺の中ではもうやっぱ大阪の女、あ、そうです、地元そうですよね、って感じやったね、うん、だからリコちゃんのこのサバサバ感なんかに男子陣振り回されながら、うん、でもそこに惹かれながら、はいろいろこの女子陣をかき乱してくれる、うん、でこの4人たちがジュリと一緒に一つの旅を作っていくから、はい、
そうなのよ。恋ですね。だからね、女子陣の中で、はい、もう樹里と裕次郎と小太郎が三角関係であんのは分かってるけれども、うん、その三角をどうやって形変えていくんやっていうのが今回の見どころでもあるから、ね、だって言っちゃダメなんてことないですから、どんどん言っちゃっていいんですから。そうそうそう、はい、そんな中ではだから今回男子陣この後紹介するけど、女子陣の方が割ともう強いよね、うん、強いですね、うん、もうアピールも女子陣すごかったし、すごかった、うん、バチバチでしたね。バチバチやったし、イチャイチャやったしすごかったです。なんか今回ちょっとまた一味違う、うん、まあ、海外編だからっていうのもあるんですかね。だから女性陣が、うん、あの年齢よりも大人っぽい恋を見せてくれたなっていう感じ、はい。